そしてモニカはボールをもらいに行きます。でベットンがゴール下にいて秋山は右のコーナーですが、ストックマンジュニアまた行った おっとただリバウンドを取ってベットン、ベットン強い。でも今のアタックがきっかけですよね。すごいですね。完全に自信つかみましたね、この試合に関しては。これはストックマンジュニアにとってはこれいいステップになるゲームになるかもしれません。で竹内康介はショーディフェンスに行ってアウターと竹内康介になりますが、アウターダッシュをかける、ファウルもらってバスケットカウント。アウト頑張った。そして森が空いていた、うん、惜しいところ。ただベクトンがオフェンスリバウンドを拾って、今度は須藤が左から、タイムアウトかかります。森川にダブルチーム行った。森そしてハイローのところは絡まれたか、アウト。ボール回ってますよね、ブレイクスも相当厳しくいってるんですけどね、そこをなんとか横浜は振り切ってゴール下のアウダにフィニッシュになりましたね、今なんでしょうね、アウダと須藤と、まあ、また森とアウダの2面ゲームです。アウダ強い、ファールあった、バスケットカウントです。スコットのファールです。まあ、シンプルなピックアンドロールからのドライブですね。で左ですからね、フィニッシュ強いですね。アウダ選手はもう左利きで、左から行くときはこう自分からアタックをして、はい、あと川崎市でご近所と言ってましたからね。そうですね。あアウダのハイロー、ファールあってバスケットカウントやり返します。またアウダです。3つ目ですね。それを見てギブスが入ります。